鄭夢準、鄭夢準、1951年10月17日は、韓国現代財閥を築いた、鄭秀英の六男で、現代重工業の大株主。元半奈良党元代表、2009年9月から2010年6月、元瀬塗党所属国会議員、現、大韓サッカー協会名誉会長、2009年1月対、FIFA 名誉副会長、2011年6月対、ジャーナリスト、辺真一は、同世代の親族にあたる。資産は12億ドルで、韓国で29番目に資産が多いと2015年に、フォーブスが報じた。FIFA 副会長として 2002FIFA ワールドカップの韓国での開催を実現することに貢献した。大韓サッカー協会会長、1993年から2009年、や FIFA 副会長、1994年から2011年を務め、その地位を利用して 2002FIFA ワールドカップ大会の招致大会組織委員会カウック委員長を務めたが2015年10月、2018年と22年の W 杯招致活動で規律違反があったとして6年間の資格停止と10万スイスフランの罰金処分を受けた。鄭は処分取り消しを求めてスポーツ仲裁裁判所に提訴する考えを示した。日本よりも5年遅い1994年に招致委員会を立ち上げた韓国は、豊富な資金力を持つ現代財閥の一員である鄭を中心に巻き返しを図った。鄭は同年の FIFA 副会長選挙で当選し、特に欧州系の FIFA 理事との関係を深めて、共催という史上初の決定による W 杯の招致成功に大きく貢献した。また、豊富な資金力、政治力及び FIFA 副会長という地位を最大限に駆使し、2002FIFA ワールドカップにおける韓国代表のベスト4獲得にも貢献した。その貢献度は3位決定戦で、フース・ヒディンク監督よりも先に選手から胴上げを受けていることからも明らかである。なお招致の成功については、ドイツ人当時ジャーナリスト、現バイエルン・ミュンヘン海外担当、マルティン・ヘーゲレによって、各国担当者に高価な贈り物を贈ったり、娼婦を抱かせ、弱みを握ろうとしたなどと行為の数々を暴露されている。また、ヘーゲレへ圧力をかけるよう鄭が、フランツ・ベッケンバウアーに依頼したが、一蹴されたエピソードも、ヘーゲレは明かしている。その成功による、韓国国民の支持を政治的資産として、同年12月の大統領選挙に立候補したが、当時の与党系候補の一本化作業の中で、自らの支持が6元に及ばないことを示され、投票日の前日に辞退することとなった。2022FIFA ワールドカップの招致活動にも積極的に関わったが、韓国は2回目の投票で落選した。2015年6月2日、FIFA のゼップ・ブラッター会長が汚職事件の余波を受けて引責辞任を表明したことを受けて、鄭は立候補の検討を表明した。鄭については2002年のワールドカップで審判買収疑惑があったという指摘もある一方で、BBC は立候補者ベスト11の一人として鄭を選出した。鄭はブラッターの即時退任を求めており、6月5日には CNN に出演して、ブラッター体制を厳しく批判した。6月6日には UEFA のミシェル・プラティニ会長を含む FIFA 関係者10人と会談を設定するな精力的に動いた。2015年8月18日、鄭は訪問先のパリで次期 FIFA 会長選挙への出馬を宣言した。この翌日の19日、ブルームバーグはパキスタンに40万ドルを寄付し、同年に大地震が起きたハイチには50万ドルを支援した件について FIFA が鄭を調査していると報じた。この寄付金が送られた時期は2011年1月の FIFA 副会長選挙の時期と一致している。鄭はこの時の副会長選挙では敗北している。鄭はこの報道に対して事前寄付金さえ政治的に利用しようとする FIFA のねじ曲がった反倫理的な態度を非難すると不快感を表明した。現代重工業の労働組合は賃金交渉を有利に進めようとする狙いから、現代重工業の大株主である体の落選運動を行うと発表している。国際サッカー連盟の本部があるスイスチューリッヒに落選運動団を派遣し、デモなどを実施するとしている。2015年10月8日、2018年と22年の W 杯招致活動で倫理規定違反があったとして、6年間の資格停止と10万、スイスフランの罰金処分を受けた。資格停止によりサッカー関係のあらゆる活動が禁じられる。IOC のトーマス・バッハ会長は、FIFA の内実について、もうたくさんだ。会長選には、外部から信頼できる人物を迎えるべきだ。と厳しく批判した。FIFA は緊急理事会の開催によって、会長選の延期などを模索し、体は、スポーツ仲裁裁判所への提訴を検討するなど、騒動は泥沼化した。立候補締め切りは26日であるが、体の場合は活動停止期間が6年であるため、立候補は事実上不可能になったとされる。結婚しており4人の子を持つ、チョン議員の次男次女のうち末っ子で2ヶ月前に高等学校を卒業した。浪人生の19歳のイェソンが21日朴槿惠組大統領がセウォール号沈没事故現場を訪問したことを非難した世論の起きる韓国について国民が集まって国家になるが国民が未開だと国家も未開になるのではないかと主張し炎上した。チョン議員は拡散するとすぐに謝罪文を通じて息子に代わって謝ったのに後に国会で記者会見を行って再度遺憾の意を表すなど、鎮火に出た。当時朴大統領の現場訪問を批判し、鄭本元国務総理に水の洗礼を浴びせた人の中には、今回の事故の失踪者家族と遺族が含まれていた。イェソンは、Facebook の投稿を削除したが、チョン議員は、記者会見と謝罪文を通じて、遺族と失踪者家族の皆さん、そして、国民の皆様に頭を下げて深く謝罪するとして、遺憾を表した。チョン議員は、私の末の息子に分別がないこと申し訳ない。反省して謹慎させているが、すべては子供をまともに教えることができなかった私の責任と頭を下げ、心より謝罪するとした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。